素潜り漁師マサルの極限サバイバル開幕。どうも素潜り漁師マサルです。1年ぶりのガチサバイバルにやってきました。ルールはめちゃめちゃシンプルです。10日間自力で生き延びること、これだけです。もう今はね、豊かになって誰もそんなことを目標にしなくなったと思うんですけど、今回の目標は生き延びることですね。で、今回ですね、なんか海底火山の噴火で軽石がめちゃくちゃ流れ着いてるんですね。これがね、サバイバルにどう影響してくるのかといった感じですね。で、今回もですね、ルールは食料、火、水なしでやっていこうと思います。で、僕ね、素潜り漁師やってるんですけど、海に潜るとあまりにも自然に対してフェアじゃないということで、5日目まで、素潜り封印して6日目からねやっていこうかなと思っております。今ちょっとね調子乗ったこと言っちゃったんですけど、もう本当に去年めちゃめちゃしんどかったんで緊張してます。はい。で、今回まずやろうと思ってることは、まあ、食料に関しては全然1週間とか食べなくても平気なんで、水探しとそして拠点探し、この2つをやっていきます。で、今ね太陽がちょうど真上ぐらいに昇ってて12時ぐらいなんで、急いで拠点探しましょう。暗くなったらねほとんど行動できなくなっちゃうんでね。意気揚々と森を封印してしまったこの判断が後々自分を苦しめることになるとはこの時まだ知りませんでした。網があるな。何かしら漁に使われてたらしき網ですね。これでロープには困らなそうだな。結構頑丈です。いや、でもいい拠点がないな。これカメラ持ちながら行くの怖いな。まあ、ちなみに拠点は風があんまり当たらなくて、かつ日陰になってるところがいいですね。多分あんまり動画じゃ伝わらないと思うんですけど、日光がね結構きついんですよ。これでねめちゃめちゃ体力持ってかれます。にしても険しいな。だいぶ険しい。しばらく歩いてると足元の岩がすごいことに気づきました。この石すごいな。おそらくね石灰岩なんですけど、めちゃくちゃ化石があるよ。これおそらくサンゴの化石ですね。そう、実は石灰岩ってサンゴとかの死骸が集まってできたものなんですね。にしてもこんなちゃんとした化石が入ってるんですね。いや、にしても足場がすごいわ。こけたら一巻の終わりだな。転ばぬように慎重に慎重に歩いていきます。よし、全容が見えてきた。ずっとあっちの方まで岩場が続いてますね。これはなかなかハードになりそうやな。ちなみにこっち側はもう垂直に切り立った崖でどうしようもならなそうですね。でもう暑すぎてね、汗が止まんないです。こんだけ暑いと水なしで2日間ぐらいしか耐えられなそうですね。水が必要です。あそこの細長い植物は多分ベッドとか屋根に利用できるんじゃないかな。後で取りに来よう。おー、やっとだ。やっと木があったぞ。なんかここの海岸は極端に漂流物が少ないわ。でもおそらく海岸歩き回って探しても10日分の薪はなさそうですね。10日間も同じ場所でサバイバルやると使い方を結構考えないと薪がなくなっちゃうんですよ。3日目ぐらいまでは火なしで行った方がいいかもね。薪が全然ないわ。引き続き拠点になりそうな場所を探していきます。あー、いいね。これなかなか頑丈そうな木ですね。これはいいね。で、あっちにもある。拠点を見つけたらこれをね拠点に持ってって使いましょう。砂浜とかだったらもう土も柔らかいし拠点も作りやすいんで、あそこにね作りたいではあるんですけど、多分水没するんですよ。で、今俺が座ってるここはおそらく海水来ないはず。なんでかっていうと、これ草が生えてるんですね。まあ、草が生えてるっていうことは、まあ、海水が来てないと考えていいでしょう。ただあまりに平地がないな。ここで作るとなるとかなり大変だわ。いい拠点が見当たらんな。ちなみに暑すぎて体力削られるんで、あんま昼間動かない方がいいんですよ。動くんだったら日の出か日の入りの時間がベストですね。だ、今日は1日目なんで、とりあえず寝床を作んなきゃいけないんで急ぎましょう。お、全然違う感じになってきた。いいね。もうずっと岩しかないのかと思った。よかった。海岸には無数の軽石が流れ着いてるんですけど、靴に軽石の破片がつくと滑るんで、なるべく踏まないようにしました。うわ、開けたな。完全にプライベートビーチじゃん。すげえな。めちゃくちゃ綺麗。なんかすごいでかい穴があるんだけど、カニとかがいるのかな。ほら、なんかいるのかな。いや、食材はありそうですね。一安心です。まあ、ただね、多分海流の問題だと思うんですけど、海流がすごい当たってるところはとんでもない量のゴミが流れ着いてるんですけど、今のところまだ1個もペットボトル発見しないんですよ。ペットボトルとか水を入れるものがないとさすがに10日間しんどいんで、ペットボトルも今探してます。こんなペットボトルが貴重になる日が来るなんてね。本当にゴミがない。もう流れ着いてるのはこれですよ。軽石だけ。ちなみにこの軽石は小笠原諸島の海底火山で噴火したらしいんですけど、そっからここまで多分1000キロ、1500キロぐらいあると思うんですけど、すごいですよね、海流って。ここまで来るんですもん。あそことか良さげじゃないですか。見に行ってみよう。ただ結構崖だな。いい拠点とは雨と風が防げる場所のことです。あの洞窟はどうでしょう。
ギリギリ暮らせなくもなさそう。中はこんな感じですね。ここだったらまあ風も火も防げるんで悪くないですね。第一候補にしましょう。拠点候補を見つけたところで引き続き水を探していきます。え、人工物があった。こんなところに川があるのか。水があった。すごい、これはありがたい。ほら、あそこ。まさかの川がありました。水が流れてるわ。結構しっかりと、しっかりとした水だ。うわ、こんなところに川があるとは。どうやってここまでセメント運んできたんだろう。すごいな。タニシもいますね。お、魚もいる。映ってるかな、今の。魚もいるんだ。あっちの奥の方に続いてるみたい。いや、水があってよかった。今回ドブの水を吸わなくても生きていけそうですね。前回のサバイバルは川がなくて、株を食べたりバナナの木にかじりついたりドブの水を吸ったり雨水を溜めたりしてたんですけど、今回はその必要なさそうですね。よかった。まあ、ただあんまり綺麗そうじゃないんで、おそらく煮沸した方がいいね。これはもう少し木があれば10日間ね、火が持つんでなんとかなるんですけど、どうしようかな。とりあえず拠点だな。もう水と、水しか見つかってないわ。以上、水が見つかったんでなんとかなりそう。おそらくね、タニシとかも焼けば食べれるはずなんで、いい食料になると思います。いや、今1時間以上歩いてようやくプラスチックがありました。よかった。見てください、あそこにありますね。取れるかな、あれ。そんなにプラスチックないことある。びっくりした。でも降りるの大変そうだな。もう挟まってんだよな。普段なら触りたくもないようなゴミですが、サバイバルカのバケツは非常に頼りになります。あ、取れそう。よし、取れた。これを探してた。水漏れも穴はなさそうだ。よかった。じゃあ引き続き拠点を探していきましょう。まあ順調です。水と入れ物、この2つが整ったんで、もう死ぬことはないでしょう。ペットボトルもあったぞ。よかった。やっぱ流れ着く場所にはいっぱい流れ着いてるもんだね。これは中国っぽいな。あ、ダメだ、穴が開いてる。これダメだな。あっちのはどうだ。これはどうだ、穴開いてるか。お、開いてない。よし、2つぐらい持って帰っておこう。これ役に立ちます。めちゃくちゃ完璧です。あとこの辺の発泡スチロールも使えるかもね。これを持って帰っておきましょう。今2時間ぐらい歩き続けてめちゃめちゃ疲れたんで、岩の陰に入って休んでたんですけど、とんでもないものを見つけました。これは今回のサバイバルもう勝ったと言っても差し支えないんじゃないかな。やばいぞ、映るかな。今こんな感じの場所に座ってるんですよ。で、ここに座ってるんですけど、湧き水がある。なんでこんな岩から水が湧いてきてるのか全然意味が分かんないんだけど、湧き水がある。これは煮沸しなくても飲めます。本当に3日間火なしで生きていけるわ。どこからたどり着いてるのか全く謎ですが、雫が滴り落ちています。あっちにも湧いてる、たくさん。よし、これはいける。よし、めちゃくちゃ順調だ。まさか湧き水があるとは。ありがてえ。とりあえず飲もうかな、休憩しよう。あの天然の水で。早速今回初めての水で喉を潤わせます。じらすね。海水や、海水や。これなんだよ、なんで海水が湧き出とるんじゃ。くっそ、そううまくはいかないよな。海水やないか。なんか無駄ぬか喜びして疲れたわ。くっそ、海水かよ。ここに水が湧いてるのおかしいと思ったんだよ。拠点探そう。やっといいとこあったぞ。あそこいいぞ、あそこ。あそこめちゃくちゃ良さそう。しかも流れてるか分かんないんですけど、川の跡がありますね。完璧かもしれない。あそこ拠点になればいいな。行ってみようか。にしても足場が悪すぎるな。全然資材の搬入ができなさそうだ。悪くないね。うん、こっち側は崖に囲まれてて、で反対側は木に囲まれてるんで風もあんまり当たらなそうです。ただなんかここ水が流れた後みたいな感じになってるんで、雨が降るとちょっとまずいかもね。でもまあ2時間以上歩いてみてここがベストだわ。ここにしよう。もう下は岩だらけで寝れそうにはないですね。よし、じゃあ拠点が決まったんで、さっきの川みたいなところを見に行ってみますか。すげえ、本当に川がある。今回水源が豊富だな。よかった、ちゃんと川がある。
もう拠点はあそこで決まりですね。水源が近くて潮も満ちてこなくて風も避けられる、まあ、あとはガタガタなんでそこだけ調整しないとね。川の水は綺麗なのかな。うわ冷たい。うわいいねやっぱ水は。ここで取り返しのつかない判断ミスをしてしまいました。ちなみにこういう下流の水は大腸菌とか、まあ、いろんな菌がいる可能性があって基本的に飲んだら腹壊すって言われてます。ただ日本人が衛生管理されすぎてこの水を飲んだら腹壊すだけで10日間の間に慣れれば腹壊さなくなると思うんだ。うん多分ね。前回あのドブの水吸っても腹壊さなかったんで多分いけるはず。これやったことある人は分かると思うんですけど、もういちいちろ過したり煮沸したりするのってめちゃくちゃ大変だよね。このまま飲みます。この木が少ない環境で多分4日目から火つけても相当ギリな状態になると思うんで、まあ、最初は腹壊す可能性が高いと思うんですけど10日目にもなれば腹壊さなくなってくるはずなんで飲みます。いけるわ。うわ生き返る。あんまりね多分一気に飲まない方がいいと思うんだよね。でもちょっと我慢できないな。いけるね。いけるわ。さっき拾ったペットボトルに水を入れときましょう。これがあればなんとかなるはず。なんか喉がイガイガするな。これ気のせいだろ。気のせいだと思う。次の日あんなことになるとは。よし完璧です。よしじゃあ日が暮れないうちに拠点を作りましょう。あと1日ぐらいで体の糖分なくなっちゃうんでもう元気のうちにやろう。実は2日目3日目ぐらいがサバイバル慣れしてない上に糖分も抜けてくるんで結構きついんですよ。拠点に戻ってきました。意外と拠点と水場がすごい崖ですね。じゃあですね、地面を平らにしていきましょう。川と拠点までの道が険しすぎて往復だけで相当体力を持って帰ることが分かりました。とりあえずまず木をどかします。これ結構傾斜になってるし岩の一個一個が大きいんで整地するのはかなり骨が折れそうですね。まあでもやるしかないな。ここしかないから。とりあえず大雑把にですが岩を運んで傾斜を減らしていきます。あらかた平らになりました。でこれ前回はですねここからもう少し小さい砂利を撒いてでその上からビーチの砂を撒いてある程度柔らかい寝床にしてたんですけど、あれ一つ問題があってめちゃくちゃ体温持って帰るんですよ。実は同じ気温でもベッドで寝るか砂の上で寝るかで大げさに言えばサウナに入るのと熱湯に入るぐらい違うんですよ。サバイバルやってみてめちゃめちゃ分かったな。マジで寝床が重要。本当にここ整えるかどうかで体力の持ちが全然違うんでそこをね今回改善しようと思う。楽々に生き残ってみせたいんで寝床を頑張って作ろうと思います。で今日は木の寝床作るところまでが目標。でもおそらくあと2時間ぐらいしか日が出てないんで多分砂浜で寝ることになると思います。完全に俺のミスなんですけどいろいろトラブルがあってサバイバル開始時点で死ぬほど疲れてるんですよ、うん、くぅ頑張るぞ。寝床だけは作ろう。頑張れ俺。でも多分漂流した時点で絶望的に疲れてる状態で流れ着くはずなんで、まあ、今の俺が実はリアルなのかもね。とりあえず探索途中で見つけた長生きを取りに行きます。体が重すぎて次の一歩が出なくなってしまっています。マジで足場悪いんだよな。危ねえ。いつこけてもおかしくねえ。やっと着いたぞ。2本一気に持っていけるかな。結構でかいよ。あーなるほど1本ずつだな。これはしっかり重たいわ。往復してきました。2本目。よし。おお重たい。これ足を滑らせれば致命傷は避けられないでしょう。いつも以上に気を使って歩きます。ちなみにカメラの回収でもう一往復するのがこれがきつかったですね。よし到着や。でこっから寝床を作っていきます。さっき平らにした場所なんですけどここに持ってきた木を2本並べます。
で、この木の上に板を敷き詰めて、でそこを寝床にしていきます。まあ、寝心地は最悪だと思うんですけど、熱を奪われるのを避けられるんで、今回はこの方法でやってみようと思います。で、さっき水源の近くにめちゃめちゃでかい木があったんで、それを加工してね、床にしましょう。今日は間に合わないと思うんで、できるところまであって、今日は砂浜で寝て明日完成させましょう。これだ、これはいい木だね。これをですね、もう俺が寝れるぐらいの横幅、だいたい70センチで切っていきます。ちなみに今回持参しているのはノコギリ、ナイフ、ナタ、麻紐ですね。スケールはないんで、ね、測ることはできないんですけど、まあ大まかにはですね、測ることできるんですね。忘れがちなんですけど、サバイバル下だと長さを測るものすらないんですね。そういう時は自分の手を使って測ります。だいたい成人男性の親指から小指までの幅が20センチって言われてます。で、俺は一回測ってるんで20センチって分かってます。で、これはこっからここまでだいたい15センチ。拳一握り分だと、まあだいたい10センチ分ですね。20、40、60、そしてだいたいこんぐらいで70ってわかります。多分遭難した時とか、測るものがないと思うんで、これ結構役に立つんじゃないかな。とりあえず、ここ角を切り揃えていきましょう。じゃあ測っていきましょう。20、40、60、70。で、ここに目印をつける。で、また切っていきましょう。この竹がありえないぐらい頑丈で、めちゃくちゃ時間かかりました。でも2本目から楽ですよ。これと同じ長さに揃えればいいだけなんで。はい、そしたらですね、このでかい竹をナタでね、割っていきます。割っていって、なるべく平らな状態にして、それを敷き詰めていく感じですね。まだ2メーターぐらい残ってるんですけど、これは、まあ、もしかしたらここ切らなくてもいい可能性があるんで、一応残しときます。立て。めちゃくちゃ硬えな。ある程度までいくと、刃が食い込んで全然竹に入っていかないんですよね。これ割るのめちゃめちゃ大変だな。ようやく割れてきました。割れたぞ。これでね、半分になりました。これはね、だいたい4等分ぐらいのいっぱい作っていこうと思います。ようやく少しずつコツを掴んできました。いや、腰を入れないと割れないんですね。はい、これで一セットですね。ちょっと並べてみますか。まあ、イメージとしてはこんな感じですよ。一個ずつこうやって並べていって、え、めっちゃいいじゃん。重いのがいい。めちゃめちゃいいぞこれ。最高じゃん。で、これをずらーっと並べればベッドの完成ですね。多分ね、今5時半とかだと思うんですけど、日が落ちて涼しくなったんでめちゃめちゃ元気です。やっぱりね、太陽があるかないかで全然変わるね。さっきまですげーしんどかった。とりあえず日が落ちるまでにあと3本分で割り切りましょう。で、今日は多分それで終わりかな。朽ちてる竹の方が加工しやすかったね。だいたい1時間ぐらい割り続けました。やっぱり手作業でやると何でも大変ですね。終わった。並べてみよう。どうだろう、長さ的には。あー、微妙。足が出るな。だいぶ暗くなってきたね。日が暮れるまで切ろう。なんとか切りましょう。あと2本分割れば足が全部入るでしょう。無心で切っていきます。いやー、もう真っ暗になってきたね。もうすぐ日が暮れるよ。日が沈んでますね。最近もうずっと忙しくて気づかんかったけど、水平線が綺麗やな。もう何も映んねえわ。ちょっと1日目はちょっとライトなしで行こうかなと思ってるんで、何も見えないと思うんですけど。いやー、でも夕日が綺麗や。しかもあれ、星も映ってますね。やっぱ自然いいな。めっちゃ綺麗や。ほとんど何も映らなくなってきました。暗視カメラに切り替えますね。
暗視カメラの映像です。暗視カメラだとまだ結構見えますね。今暗視カメラの映像に切り替えました。時刻は10月27日6時23分ですね。気温は27度、一番過ごしやすい。いや、この時間でももう相当暗いんで、光がないと何もできないですね。夕方6時半といえば、まあ普通ここから晩ご飯を食べたりする時間ですよね。あれってやっぱり光があるからこそできるんですね。もう何もできないです。まあ、ライトがあるんでライト使ってもいいんですけど、今日はライトなしでいきます。暗視カメラだと結構明るく映ってるんじゃないかな。こんな時間からもう何もできなくなるっていう。夜が明けるのを待たなきゃいけない。よし、じゃああとはゴロゴロして眠くなったら寝るとしましょう。あー疲れたな。めちゃめちゃ星が綺麗やな。あまりにも綺麗すぎて写真を撮ったんですけど、やっぱりね、街灯がないとすごいいいですね。確実に前回より余裕があるな。水があると違うな。でも人間贅沢なもんですね。今回水には困ってないんですけど、ジュースが飲みたくなってる。あいつまだ全然眠くないんで、8時ぐらいまで星眺めてそっから寝ようかな。あーでも暗視カメラで見ると星がめちゃめちゃ綺麗だ。しっかり映るね。でも完全に夜になったんで海岸が少し見えるぐらい。今日はここで終了です。ちょっとお腹も空いてきたんで、2日目は何か食べ物を食べたいですね。